これでござるか。姫だけ天国から落として、この戦いの人生を完遂する。異動に姫だけし、今でこそ殺さずを誓い、逆刃を持っているが、彼こそは新時代、明治の切り開いた維新志士の中で最強の人伝説を持つ、人斬り抜刀斎、その人だ。 果ての無い旅の先にたどり着いた東京下町で、神谷道場の師範代を務める神谷薫と出会い、新たな暮らしを始める謙信だが、時代を超えてくすぶり続ける動乱の火種は次第に彼を巻き込み燃え広がっていくのである。時に明治11年、 日本ね。
Stop.